北木牧石、北木石とは、日本の瀬戸内海の一島である北木島、行政上の岡山県笠岡市北木島町、旧、小田郡北木島町。江戸時代における、備中国小田郡北木島、爆藩対成果の倉敷大館所領北木島から、産出される、花崗岩の総称である。白色を、主とした中流の黒雲母河口岩で、中目、瀬戸赤、瀬戸白、 サビ石の四種類がある。しかし、現在も採掘を継続しているのは、中目と瀬戸赤の二国種のみ。かつては、127カ所もの採石場が、北木島に存在していたが、安価な外国材や他産地の国内材にシェアを奪われ、北木島の採石業は衰退の一途をたどった。今では、中目一社、120社、瀬戸一社、七社となり、生き残った二国種を、 それぞれ一社ずつが採掘継承している。その中でも、中目の歴史は古く、北牧石材組合の初期メンバー唯一の生き残りで、採石場の歴史は百年を超える。明治中期昭和初期の戦前にかけて、多くの歴史的建造物や著名人の墓石などに用いられた偉大な功績を持つ北牧石。その反面、昭和中期復興期に採掘された山肌近くの 荒石が石不足のため、破壊資材として全国に出回ったことで、含有鉄分のサビによる変色や風化が起こりやすく、悪評を買った負の歴史も抱えている。全国各地の墓地や霊園で見られる赤く変色した破壊石に北木石が多いのはそのためで、ひどいものはサビ止めで用いる臨酸処理の御工程が省かれた状態で混流され、異常な 化学反応した赤みを帯びている破壊石もある。断層によって比較的に大きな塊、北木島全体が花崗岩として誕生したため、マグマにかかる力が平均していたのか、結晶化合体の分布状態は均一である。また、摂理が発達し、石の目もよく通っているので、長さ10メートル以上の長尺材が切り出せるほか、石に粘りがあるため、 のみをよく受け付け加工性が良いといった特徴がある。昔は、祭流で、硬いた産地の石材より、加工しやすかったため、石膏によく好まれた。やがて、加工技術の発達に伴い、祭流で色濃く硬い石の方が、吸水率は低く経年変化も少ないということで、現在では、一般破壊石の主流からは、外れているが、母装においては、今でも、 不動の地位を確立している。北木島の採石の歴史は古く、有名な大阪城の石垣をはじめ、靖国神社の大鳥居や天皇陵での鳥居、日本銀行本館、皇族や貴族の邸宅などにも使われている。また、戦前の国民的英雄である東郷平八郎や歴代総理大臣の池田勇人、吉田茂、作家の夏目漱石、江戸川乱歩、 川端や砂利などの墓地、喫葬、墓葬にも好んで使用されている。特に、京都を中心とする、近畿地区、京阪神エリアにおいては、建築物以上にお墓での需要が多く、由緒あるお寺の歴代館長のお墓にも代々に、渡り、北牧石中目が用いられているという実績が、最近では、経団連会長を務めた三た来氏の、 キャノン株式会社のシャボにも北北石中面が用いられ、高野山に建立されている。昔から品質の良い大きな石が取れ、海運を利用した物流も発達していたために、国内の道路が整備される以前から販路が全国的に広がっていた。現在の五条大橋は、昭和34年、1959年に国道1号線を通すために、 幅三十五メートル鋼鉄橋として掛け替えられたとき、一年余りの論争の末、欄間は北木石を用い、義母氏は昭法二年、1645年以来のものが使われて古風を保っている。社団法人京都青年会議所寄贈により1961年に作られた。境内の石道路は北木石を使っている。県人寺の会。 県和会は、2014年に迎える解散、英才800年代延期を記念して、2013年11月22日に、境内の北門前と解散道前の2カ所石塔を、混流除幕した。いずれも北牧石を使っている。北門前の石塔は高さ3メートル、小堀や寿司玄館長の記号で、県人寺、解散道前の石塔は、英才前寺入場塔と掘られている。 1976年3月7日に山脇東洋が日本で最初に水をした地球六角獄シャートに山脇東洋館増記念碑を混流除幕した。石踏みの設計は森やただし悲鳴、悲文はそうだはじめが作成した。石踏みは高さ、幅とも約2メートルで大島石及び北牧石で作られている。悲鳴 日本近代医学の明けぼの山秋東洋肝臓の地、1754、法暦4年うるう2月7日、日文。近代医学の明けぼの肝臓の記念に、1754年法暦4年うるう2月7日に、山秋東洋は、諸次第の環境を得てこの地で、日本最初の人体界かばね肝臓を行った。江戸の杉田原爆らの肝臓に先立つこと17年。 前であったこの記録は5年後に造史としてまとめられた。これが実証的な科学精神を医学に取り入れた成果の初めで日本の近代医学がこれから芽生えるきっかけとなった。東洋のこの偉業を称えるとともに未造された2日の霊を慰めるためここに石組みを建てて記念とする。1976年3月、日本医師会、日本医師学会。 日本海防学会、京都府医師会、1932年金風旅行から、海軍の大砲運搬船、宝雲丸で、安国神社、大鳥居石材、直径1.8メートル、長さ18メートル他と、大石灯籠大式を積み出す。これらの石材は、北木の山石膏が切り出し、島内の彫刻岩屋が、島外から招いた彫刻石膏たちと協力して加工した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。